いかな、わかんないですけど、ちょっとこれでやっていきたいと思います。結構いいよね、やっていきたいと思います。あ、そう、キムヒムロだって忘れちゃった。じゃん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 。ちょっと待って、ちょっと操作方法にならないと。あ、これで、あ、で、丸、丸なんだね。オッケーですね。PS4 のコントローラーを買ってみました。さあ、行きましょう。行かなければならない場所は？マウスが。おう。ちびかび。あれ？逃げなんだ。どうしたの？真似してみよう。動き出した。あ、めっちゃ避けやすいわ。めっちゃ避けやすいわ。パッド最高。少し距離を置きたがっている。置いておきましょう。パーソナルスペースを尊重されて喜んでいる。スライムっぽい音。あー、やめて。それなんかバブルみたいな、バブルみたいなやつ。本当に気にしていない。お、びっくりした。ちびかびって、そんななるんや。多分こっちなんですね。魔法の光も、ろうそくも持たないモンスターたちは、ホームへの道をクリスタルで照らした。ああ、なるほど。クリスタル。待って、クリスタル？タルの明かり頼んな。ウォッシュはダーロンが現れた。これね、多分ウォッシュはお先に洗ってもらって、お風呂、お風呂、おーちょっとで逃がして。アーロン気持ち悪いんだけど。普通にさ、気が変わるよ。やばいやばい。これ何、これオッシュアみたいなこと知らしたじゃん。ダメだな、ポンポンって言うか。あ、サッカー上がってっから怖いんだよな。どんだけ筋肉見せてほしいね。すごい、でも負けないよ。これ怖い、これ苦手。高いか。部屋の外へ飛び出した。あれ？え、さっきのはなんで音明るくなったの？こっち合ってんのかな。暗い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 。暗い。やばい。七つの人間の魂。それさえ手に入れば我らが王は。アズゴアドリーマー王は。神となる。それさえ手に入ればアズゴア王はついにバリアを破ることができる。人間どもの手から地上の世界を奪還し、我らが味わった苦しみをお前たちにそっくりそのまま返してやるのだ。よいか人間、これは貴様にとって最初で最後の償いのチャンス。己の魂を差し出せ。さもなくば私がこの手で貴様の体から引きずり出してやる。危ないな、お前で飛び出してくる場所。すっげえ。
アンダインに会えたじゃん、やったな。しかも戦うところこんな近くで見られるぜ。そういう感じ。あれ、アンダイン誰と戦うの。あ、ああ、この子と父ちゃんと母ちゃんに追いつけないよね。あ、見過ごされた。あ、道できてるわ。うわー、いっぱいいる、気持ち悪い。私の願い事教えてあげてもいいけど、笑わないって約束する？笑うわけないでしょ。私たちが閉じ込められてるこの山の頂上にいつか登ってみたい。空の下に立ってどこまでも続く世界をこの目で見てみたい。それが願いよ。あ、笑われちゃった。ちょっと笑わないって約束したじゃない。ごめんごめん、だって私の願い事と同じだったからつい。あ、だが地底の世界にはこんな予言も伝わる。地上を見し者、すなわち天使は舞い戻る。天使が戻るとき地底の世界は無人となるだろう。ほう、天使ね。なんかなんだらかんだらで生き残ってくる。あ、何、私に構わない方がいいんじゃないか。俺こんなとこにいんのがバレたら怒られちゃうんだけど、ちょっとお前に言いたいことあって。やべ、こんなこと誰かに聞くの初めてだ。お前ってさ、人間なんだろ。やっぱな、絶対そうだと思った。てかまあ絶対は言い過ぎか。実はさ、アンダインに言われたんだ、あの人間とは関わるなって。ってことはつまり俺たち敵同士ってことになるっぽい。でもさ、なんか俺苦手なんだよねそういうの。だからさ、お前ちょっと意地悪なこと言ってくんない？嫌いになれるようにさ。な？無理だよ。なんだよ、じゃあ俺から言えって。ああ、しょうがねえな。お前なんか大っ嫌い。はあ、何やってんだろう俺。帰るわ。あ、何してんの。大丈夫？あ、あ、おーい、俺の友達には指一本触れさせねえぞ。俺が相手だ。バカ、勝てるか。あら、あれ、行っちゃったよ。お前のおかげで助かったよ。敵同士ってのも面白いかなって思ったけどさ、やっぱ俺たち友達やめられないっぽいな。やっべ、マジでもう帰んないと。父ちゃんと母ちゃんが心配する。ゆっくり帰れよお前。じゃあまたな。あ、よかったんかな。うわ、なんかわかんないけど見逃してくれたっぽい。え、止まってないわ、よかった。また後ろから来たかと思った。行こう行こう。あ、なにここ。うわー、いたー。なんで7つの人間の魂、それが手に入ればアズゴア王は神となる。6つ、我らがここまでに集めた魂は3つ。あ、6つ、そう、貴様で7つ目だ。貴様の魂が手に入れば全てが変わる。だがその前に、ここまでたどり着いた者には必ず我々モンスターの悲劇について語り聞かせるのがしきたりだ。その発端は遠い昔と思ったが。
えおいおいおい、しきたりは？こいつすべてよ。おいつ様、貴様がいる限りモンスターには夢を見そうもない。ある日に借りた歴史書に描かれた人間は言い立った。巨大な可憐な乙女剣士たち。だがくそ、ただの走る客、あの子供を利用して逃げようと。ちょっと他人に優しくした程度で善人ぶるな。親を喜ばせなければまずは貴様が死ぬことだ。そうとも危険、貴様は存在自体が罪なんだ。貴様さえいなければ我々は自由になれるのだ。今モンスターは全員の胸が高鳴っている。皆この瞬間を待ちわびていたのだ。その希望には一点の曇りもない。皆の心が一つになれば負けることなどありはしない。やべえ。案内の闘技場か。なんか、そういうわけじゃない。貴様終わりだ。うわぁ、なんかナビ。え？勝負だ。緑色ね。かっこいい。我々モンスターは長きにわたりハッピーエンドに。もうこれ早なるんでしょ。ちょっとやめて、危ないこと。怖いでしょ。太陽の光を浴びることができる。怖い怖い、やめてやめて。ここまで来てこう奪われてなるもん。寿司の匂いがする。まあ、魚なのか。やめてやめて、一生遊びでいい。あいた、もういきなりひどいな。
ったね。やばいわ。決意。決意を力に変えるわ。本当に終わるからやめてまいって。耐えたけどやな、これやり直したら、これやってくんないかな。悪いことしてないんだけどさ。あんた今キョロキョロした。これってドッキリ？またパピルスと同じで、鎧が熱い。大丈夫？お前魚じゃん、よく考えたら。大丈夫？干からびかけている。水じゃん。よし、お大丈夫か？飲め。あ、かけるの。おう、びっくりした。大丈夫？何も言わせずに言っちゃった。ちょっと私あと一発で死ぬ。あ、さんずいね。なんかいる。聞いてよ、俺喉乾いちゃったわけ。ではるばるウォーターフェルから水飲みに来たってわけ。バカな、なんでウォーターフェルか飲む？あんたなんで水を持って歩いてるわけ？カッコつけてるつもりなわけ？悪いけど全然ダサいわけ。なんなんこいつ。あ、蒸発した。コップも蒸発した。おお、なるほど。あー、勝ってないけど。悪いけど、あんだい姉さんに言われてんだわ。人間がうろついててマジやべえって。
で、俺らロイヤルガールでエレベーター前を通行止めしてんの。まあエレベーター止まってっけど、アンダイニエさんのためには手抜けないっしょ。なんも喋らん。怖いわ。アンダイマジ怖いわ。タラリ、タリラリラ、私は川の私森、私は私森。いえ、お国を切りなさず。趣味はボートになるからです。ご一緒にいかがです?乗る。ああ、こうやってね、いろんなところにまた行けるわけですよ。なんか、武器ちゃうわ。防具ないかな。タリラリラ、海から届くイニシエの歌、聞いたことがありますか?ないですね。ありがとう。レアなやつですね、これ。タリラリラ、テミール村はどこにある？消えるランタンの部屋の直前にあるエリアです。行きましたね。またどうぞ、タリラリラ。さあ行きましょう。ってら、これは自分い入ってすぐ入ってすぐパソコンっておもろいな。暗くてよく見えないんだね。あ、眩しい。え、嘘、もう起きちゃったの？お風呂入ってないし、服も適当だし、掃除してないし。はじめまして。私はある日、アズコワ様直属の研究員だよ。でもね、違うの、私は悪者じゃなくて、実はあなたに席を出てからずっと、画面越しにあなたを観察してたの。熱いバトル、熱い友情、全部見てたよ。本当はあなたを止めるのが仕事だったんだけど、画面の中の人ってつい応援したくなっちゃうでしょ。だからその、協力してあげることにしたの。大丈夫それ。合わせて、私のことなんだろう。何でも知ってるから。一番の知らないことはもちろん知ってるよ。ただ、その一つだけ問題があって、ずいぶん前にね、メタトンっていうロボットを作ったの。もともとはエンタメロボットにするつもりだったんだ。ロボットアイドルみたいな。もっと使いやすくするために最近改造して、実用的な機能を少しだけ追加したの。例えば、その、対人間バトル機能とか、もちろんあなたが来るのを見て、私すぐにそんな機能は解除しようとしたよ。ただ、その時、ちょっとだけ心配しちゃって、メガトンは、その、人間の地に植えた殺人マシンになっちゃったんだ。人間そんな来ねえんだろここめっちゃ植えるじゃん。かわいそうなことになっちゃって、かわいくない。 でもばったり出くわさなきゃ大丈夫だよね。フラグ立ったよね今。今の音は、嘘でしょ。わお。 Oh yes! Welcome everybody! いや、ぶち破ってきたなおい。
さあ始まりました今夜のクイズショー。オープニングからじゃんじゃんと続くよ。それでは早速お迎えしましょう。今夜の素敵な回答者です。君は発想力な。大丈夫、とっても簡単だからね。覚えておくべきルールは一つ、必ず正解を伝えること。間違えたら死んでもらいます。あー好き、この音楽いいね。ネタといいよ、音楽。ディフェンスあ、でもアタック30だったらまずあれだね。あんないか、全然。教えてくれてるわ、アルミが。ありがとう。ありがとう。めっちゃすごいじゃん。アルフィがすごいよ、これ。読むのも嫌だと思う。でも、栄えある優勝はそう簡単に勝ち取れない。運に味方されたな、確かに。アルフィが隣にいるのがすごいところで。次は記憶力のボスです。あ、フロッグ。次の言葉は何文字ですか？メタトン。C なんだ。なんで？なんで分かったの？アルフィは。どこで買ったの？化石？これじゃメールもできないよ。ちょっと待ってて。
最高。なんかメールできなかったんだ。みんな SNS にも。はい。なんかさ、ちょっと痛い一歩だよね、きっと多分。進むか。